栗原市で釣りをしていた男の子がため池に落ち死亡した事故で市ではため池の安全対策の状況について調査を始めました警察と消防によりますと昨日午後4時20分ごろ栗原市月立てのため池で友人ら5人と釣りをしていた市内に住む佐々木風さんが池に転落し死亡しました 今日は佐々木さんが今月から通う予定だった小学校の関係者が現場を訪れ手を合わせる姿が見られましたため池を管理する栗原市では人が立ち入らないよう杭を打ってロープを張っていましたが風などで倒れていたということです栗原市内にはおよそ2000のため池がありますが市では人が立ち入る恐れのあるため池について今日から調査を始め 今後、安全対策について協議する方針です。